皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、信長の野望革新パープキットの続きをプレイしていきたいというふうに思います。で、ご覧の通りですね、武田の大軍勢、これが昔から、家康の岡崎城へと向かっているという状況で、まあ、このままだと確実に岡崎城が武田の手に落ちるという状況は必要なので、これを回避するために、岡崎城へ支援を出していきたいと思います。で、そのためにまず観音寺、まあ、安土ですね、ここから武将を一部、使える武将ですね、しかも、を移していきます。拠点としては岐阜、ここに武将が集まってるので、ここに戦える武将を移していきましょう。岩永秀、秀長、忠興、村重、蘇我、この辺りまで、一気に移します。で、その上で、まずは岐阜から先発隊として、出陣させていきます。騎馬隊。刑事入ってるね。それに信勝入った5100。これを先発隊として、まずは岡崎の近くまで派遣しましょう。で、それとは別に、鉄砲隊ですね。出していきます。まあ、目的は、あくまでも、現段階では支援です。支援。戦わない。戦うとしても、深入りはしない。まあ、これくらい出しときゃ一旦いいでしょう。で、他で言うと、建設系は、今できるところっていうと、そんなに多くはないんですが、鉄砲の学者を作っておきます。内政やっといた方がいいよっていうね、アドバイスもいただいているので、まあ、おいおい、それはやっていきましょう。で、あとは、外政で貿易。これ、内容変えます。まず、ポルトガルなんですが、日本刀、これに変更。で、イスパニアも、紙へと変えていきます。で、ミンなんだよね、ミン。ミンは、惜しいのが、朝なんで、これも朝に変えちゃいましょう。でだ。さらに、韓国。んで、応じそうなところある？韓国に。ないか。じゃあ、このままにしておいて、気になるのが、外政。支持。東海の黒人衆、これ無差別。さらに、指示で。傷、ちょっとどこも攻略できないので一旦置いておこうかな。でだ。こっから難しいところなんですけど、昔から出てきた軍勢、これをどう処理するかなんですけど、多すぎるともう処理ができなくなるんで、ある程度委任した上で、不可市場を攻略するのかどうかっていう見極めですね。それをやっていきましょうか。では一旦時間を進めます。武田からの返還の使者、これに対しては金を受け取りましょう。で、あとね、今回むちゃくちゃな軍勢数出すんで、とにかく兵糧ちょっとでも買っておきます。で、さらに外交なんですけど、北条と同盟結べる？無理だな。上杉も無理か。そうなると、武田のこの大軍勢をどう処理するかだな。処理しても処理しても、この不可視、兵が湧いて出てくるんで、まずは不可市場潰したいけど、ちょっと難しそうなので待ちますか。上田
重康で合ってますか、豊臣家臣、九州、小田原、両征伐などに従軍と書いてますが、茶人としても有名と言われてもちょっとあんまり知らない武将だな。織田家に入る条件、いずれかの能力が70を超えている必要があるというものに達していないので、いらない。早急か。何用だという話ですが、まあ、ここは、馬を買っときましょう。逃走確実。そういう意味で言うと、ちょっと人材、登用、一覧。70超えてるようなのがいれば、検討したいけどね。こっちは、捕虜ですね。浪人の方は70超え、いる ?70 超えはいないか。土屋とかは、どうだろう。武勇は超えてますけど、まあ、統率なんだよね、欲しいのは。東海の黒人衆が出陣してほしいところだけど、ちょっと出陣してくれる気配はないか。忠勝が出てるね。承知しました。お、月ちゃん結構可愛い顔してるな。お姫様にしましょう。しかも早打ちと二段打ち持ってて、統率が 80? 武勇が 81? いや、これは月ちゃん武将にさせてもらおう。が、強いな。刑事の攻撃が。思ったより効いてないね。そしたらもう刑事の部隊はカツカツなんで、一旦岐阜に戻します。信玄にはやっぱり鉄砲だな。ちょっと時間の進みを補足しましょう。早すぎると部隊の消耗が把握できないので、勝頼の部隊をなんとか増援したいけど難しいかな。どうする？岐阜から軍勢出して回り込んで、帰ってくる部隊を一網打尽するできるのかという話はありますが、鉄砲じゃないな。ここは足軽でいい。足軽適性の高いものに変更していきましょう。長政は絶対いるよね。指揮兵力がただそれだけで高いので、深潮を回り込むのがちょっと難しいのかな。ここちょっと危険だよね。ウィークポイントになりかねないので、やめておこう。ちょっと危険な匂いがするので。芝か。奥州芝家当主という話ですが、どうだろう。統率9とか全然使えないな。そうなんだよ。ちゃんと逃げてくれた。40っていうのが見えたんだけど間に合わなかったよね。そしたらこいつも一旦岐阜に返そう。
引くぞ。いやー、間に合わなかった、間に合わなかったか。気合を入れよう。岡崎城がしかももう落ちてるじゃないか、よく見ると。ちょっと待ってね、岡崎城が落ちてるとなると岡崎城を絶対に取らなきゃいけないので、出陣しましょう。いや、ちょっと待ってね、岡崎がさー、って結構辛いよこれ。タイムリープしましょうか。もうちょっと軍勢の数出してあげないとダメでしたね。ちょっと面倒なので一旦自動編成にしちゃいましょう。で、全然数が足りないことが分かったので、もうちょっと出しましょう。そうか、足りないか。いけるかなと思ったんですけどね。では、これさっきもやった内容になっちゃうんですけど、ちゃ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 っとやるんで、このまますいません、お付き合いください。で、安土から、武将もね、入れるっていうのもやっちゃいましょう。人材移動で、岐阜に戦える武将、これを何人か出していきます。正勝、秀長、忠興、村重、蘇合、このあたりまで、移動させましょう。で、あとは、外政の貿易ですね。これの変更です。ポルトガルは、鉄に、日本刀に。で、イスパニアは、紙に。で、ミンは、朝だっけ？そうだね。これで行きましょう。で、時間を進めます。武田から返還の使者。これも全く同じタイミングだね。条件提示で金を巻き上げておいて、さらに、売買では、兵糧を購入します。信長も含めて兵糧購入だ、みんな。で、岐阜に武将が入ってくれたら、入ったね。出陣します。岡崎を落とされるわけにはいかないので、小六。唯一心配の種が、兵糧かな。岡崎城の本当に修復最優先で家康はやってほしかったよね。これ上田さんですね。さっきも見たので登用しません。で、アルメイダ。早打ち。二段打ち。二段打ちが手に入るなら絶対こっちだろう。アルメイダ、なかなかいいもんよこしてくるな。で、東海の黒人衆。これなんとか出てきてほしいね。外政指示。拠点攻撃は効かないんだよね。勢力攻撃も効かないんだよね。そうなると無差別だな。勝頼信玄が共に戻っていくのはなんでこれ。ああ、帰ってきたね。武将にする。
いやー、ちょっとなー、この刑事の部隊が突出する傾向があるんだよね、いつも。あっという間に兵がすり減らされて何もできないまま帰る羽目になったな。まあ、ただ勝頼の部隊を釣り出せただけでもよしとする。敵部隊壊滅。ちょっと待て、信玄の部隊を壊滅させた。でかいね、信玄の部隊壊滅させたの。ちょっと待って、多分ね、あの荷物が届いてプルプルになってると思うんですけど、ここはちょっと今手が離せないので宅配ボックスに入れといてもらいましょう。武田からの返還の使者、小山田信繁か、まあ、ここも金だな。ちょっと待って、ちょっと待って。そうなんだよ、もう600っていうのが見えたんだけど、もう何もできなかったな。私に続け。さあこのまま岡部元信の部隊ぐらいまでは潰しにかかりたいけど無理かな。いや、一旦どうする、引いとく、勝頼ぐらいは打ち取る。いや、やめとこう、深追いは危険だ、兵糧もないし。岐阜に返そう。今ちょっと聞こえてないかもしれませんけど、荷物が届いてますっていうのは、あの宅配ボックスの中に入った時に流れるアナウンスなんで、ちゃんと入ってくれましたね。いやー、不可思議の軍勢どうするよ、これ。化け物みたいになってるからな、まあ、金は腐るほどあるので、いいでしょう。月ちゃん武将にした甲斐がありましたね。どうやって不可視攻略するかっていうのが本当に難しいな。返還、滝川、あと韓国、応じるところいる。あ、旗野が応じそうだね。旗野はじゃあもう韓国しちゃいましょう。要請の使者、岡崎城へ、いやだ、出してるじゃない。さらに欲しいの。岡崎城がピンチなの、また。いや、岡崎城に軍勢出せっていうなら出すけどさ。とりあえず、荒木村重の3500。これを岡崎城に出しましょう。で、旗野は、うわ!拒否られた。マジか。予想外だったな。いやー、兵糧が、もう、じゃかじゃか溶けてきますね。木曽義政と交換か。まあ、悪くないね。いやさ、家康はさ、こんな、勢力と戦ってどうすんのよって話よ。やめなさいなと言いたいな。
武田を圧迫するには本願寺叩いとく先に。上杉と吉見を通じとくというのも策だよね。上杉が同盟に入ってくれればいいんだけどな。ちょっと難しいよな。深市場4万。ちょっと数減ってるね、不可視の数が。そうなると今こそ攻めるチャンスなんだけど、何が厳しいって、あれ、信玄がどこに向かってんの、これ山形城に向かってる。ほー、そういうこと。ということは今まさに不可視を攻める絶好のチャンスだな。ちょっと変えましょう、方針を。これ不可視攻略に変える。信玄め、油断したな。またとない好機が来たな。軍事出陣。不可視城を一気に飲み込む。前線を一つ前に進められるぞ。もうここはどっちかっていうと数を頼りに攻略する感じですね。兵は10万以上は出したい。ちょっと出したいかな。これでいこう。10万には及ばないものの、まあそれなりの数は出せてるはずなんで、さらに出せるなら出すか。で、あとは外交要請、家康、不可視、攻略書いてくれ。さらに、そうだな、この際、外交、同盟結べるところはもう全部同盟結びにかかろう。武田と同盟とか笑えるよな。麻生家とかもういらないからね。これでいきます。信玄が不可視をだは何やってくれてんだよ村重。村重何やってんだお前、本当にバカ野郎だな。お、秀子ちゃん引き渡しましょう。秀子ちゃんが役に立ったか。ちょっと好みじゃないんでね、秀子ちゃんは。旗野はダメか。村重はどうしたいんだよ、本当にさ。出陣。騎馬隊。いやー、村重追撃したいな。まあ実際村重裏切りましたからね、史実でも信長を。
同盟は3つも知れて2つ失敗。村重め、許せんな。さあ、なんとか不可視を飲み込みましょう。ここはもう何があっても力攻めですね。村重め、信長自ら出陣させてもいいぐらいだけどね。そうする？信長も出そう。いや、信長は今技術開発中か。騎馬隊が5000しか出せないとなると、まあいらないかな。岐阜の軍勢15万で、なんとか踏み潰しましょう。秋山隊が戻ってきた？さらに、勝頼1万3000、内藤正豊5000、これも戻ってきてるね。時間との戦いだな。敵が戻ってくる前に型をつけたい。つぶてで一気に兵削っていくんだよね。見ているよ。二段打ちまでは持っていきたい。聞こえなかったよ、なんて言ったか。さあ、ガンガン削ってけ。敵の増援が来たとしても撃ち抜いていこう。先方のラッシュだね、ここは。村重め、見ている。不可視城を取った以上は残りは全軍で追撃に来る部隊を撃破していこう。やるな。石川康永、徳川家家臣。どうしようかな。これは、能力値的に70を満たしてないので登用はしません。というところだね。さてと、一旦ここで軍勢を返しましょう。なんとか不可視取ったんで、最前線になる場所が変わりましたね。まあ内藤隊を追撃する必要はないので、一
旦ふかしに入ります。大半をね、もうこのふかしが最前線に変わるので、まずは早急に修復回収。ついに今度は鈴木が攻めてくんの？やってくれるな。ちょっとこちらの様子見ましょうか。水上に5万。で、敵は？まあ、この数だったらなんてことはないだろう。鈴木。しのげるはずです。というところで、なんとか孵化し取りましたね。信玄が、北陸に出兵してくれたおかげで、これを取ることができたんですが、武田としてはさらに勢力を伸ばした形ですね。なので、この後は、どこまで兵を進めるかですけど、武田の総兵力16万3千に対して、信長50万超えてるからな。力攻めでどうにかなる領域にはなってきてるかなと思いますね。まあ、次の目的を一旦、つつじヶ崎館にして、駿府あたりを孤立させましょうか。それが作戦としては良さそうですね。実際、武田の方なんですけど、ちょっと見ておくと、まあ、海津城の2500、これなんてもう人のみなんで、置いておけばいいでしょう。で、つつじヶ崎館、ここ1万3000しか入ってないので、これを早々に撃破して、駿府、高天神、この辺りを孤立させましょう。なので、次の目標は、早い段階でつつじヶ崎館、ここに設定していきます。で、つつじヶ崎館なんですけど、ここを攻めてる間に、ふかしがまた攻められると話にならないので、そこはですね、輸送しておきます。兵力。これをどっから輸送するかだけど、まあ、岐阜からが無難だろうな。輸送しましょう。ではね、またこの続き次回プレイをしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。